はい、どうも皆さん、こんにちは。ポジャと申します。今回は、題名にある通りですね、クレジットの稼ぎ方っていうのをね、僕がおすすめするクレジットの稼ぎ方を紹介したいと思います。ですね、僕がおすすめする稼ぎ方は2つあります。で、ただどっちもちょっとハードルが高いです。1つ目は、仲間を募れる必要があります。もう1つ目は、ティア10を作る必要があります。ということで、まあ、どっちもちょっとハードルが高めです。なので、そこに行くまでの、主にティア10を作るまでの間の、ちょっとした稼ぎ方っていうのを、紹介します。なので、今回3つ紹介いたします。ちょっとした稼ぎと、ティア10を使った稼ぎと、仲間がいればできる稼ぎ。これを、紹介したいと思います。それではですね、やっていきますよ。まずは、どこからいこうか。ティア10を使った稼ぎ方からいきましょう。今、ティア10の鑑定は今もはやね、たくさん存在しておりますが、一番いいのはですね、このティア10の鑑定にだけに配られます、この特殊明細ってやつですね。例えばヤマトだったら僕2つ持っちゃってるんですけど、このタイプ20と呼ばれるこの5000ダブロンで買えるやつですね。持ってないやつにしましょうかね。これですね。これです。どの鑑定もだよね。多分ね、どの鑑定もティア10であれば5000ダブロンで、特殊な明細が手に入ることができ、手に入れることができます。で、この明細ですね、修理費が 50% マイナスのクレジットが 20% 増加っていう明細の効果がありまして、でこれが結構でかくてですね、なんだろう、ほどほどの戦果でも全然黒字になります。なので、自分の得意な鑑定、もしくは、乗ってて楽しい鑑定っていうのをティア10で見つけまして、で、それに、それの明細、特殊明細を買いまして、乗りまくるっていうのが、一番おすすめの、一応スタンダードな、稼ぎ方かなと個人的には思います。引っかかる費用は5000ダブロンですので、リアルマネーに換算して2500円弱ぐらい。必要ですね。で加えてですね、ティア10に行くまでのクレジットはこれでは稼ぐことができませんので、そこは稼ぐ必要があるっていうのが一応デメリットとなりますね。うん。デメリットそんなもんかな。で、メリットはですね、大量に稼ぐっていうのはちょっと厳しいですが、コンスタントにボコボコ稼いでいくよっていうのが一つと、あとは自分の乗りたい船で稼げるっていうのが、最大のメリットかなと思います。YouTuber みたいですね。はい。はい。で、次、二つ目ですね。二つ目は、アトランタを使った、シナリオを攻略した方法です。今は、奈良しかないんですけれども、この奈良っていうものだったり、あとは別のオペレーションで、今使用禁止になってるんですけど、チェリーブロッサムとかね、ダイナモ攻略とかね、かなり稼げるイベントでした。シムスやアトランタを大体使うんですけれども、っていうように、オペレーション等を使って、シナリオを使って稼ぐ方法があります。これをね、うまく対応すると、一戦で100万クレジットとかね、稼げたりしますので、かなりおすすめの方法となっております。デメリットといたしましては2つあります。そもそも仲間がいないと、この今週のオペレーションって言われるもの以外では行くことはできません。で、分艦隊とかで行けば別のオペレーションも選べるんですけれども、いうことですね。なので4人で行くこともできるので、4人でこう奈良に突撃して、うまく攻略できればうまうまってこともできますね。はい。メリットはそれですね。すごく美味しいです。うまく攻略できれば。デメリットを言います。デメリットはまず4人いなきゃどうにもならないってことですね。自分1人で稼ぐことは不可能ってことです。で、もう一つは、4人で攻略って結構厳しかったり、少人数攻略になればなるほどやっぱ難しいですので、ちゃんと連携が取れる仲間とか、そのシナリオについて知っている仲間とか、そのシナリオについての情報等が必要となってきます。加えて、デメリットといたしましては、このシナリオを、環境の変動をすごくもろに受けてしまうんですね。なので、例えばダイナモを消えますって、今回、空母刷新とともにダイナモが消えてしまっているんですよね。とか、あとは、奈良も最初すごく稼げたんですけど、調整が入って、シナリオ内容がちょっと変わりました。っていうように、調整の影響をもろに受けやすいので、いつまでも稼げる方法とはなっていません。ただ、かなり爆発的に稼げますので、すごくおすすめの方法とはなっております。で、もし、仲間がいないよっていう方は、僕、シナリオ難民キャンプっていう、じゃないな、シナリオ攻略基地っていうディスコードサーバーを作りましたので、ちゃんとみんなと協力したり、なんだろう、協力ができるよとか、いう人は僕に声をかけていただければ、もうそこに入れることもできます。今はちょっと、一番稼げたチェリーブロッサムとね、ダイナモ攻略のシナリオが今、使用禁止となっているので、ちょっとそこも動いてないっていうのもちょっと難点ではあるんですけど、そんな感じですね。はい。この2つがもうおすすめです。この2つ以外の稼ぎ方は正直、過去の産物だと思ってます。例えば多分、よくコメントとかで、時々流れてくる、ティアゴとか聞きますけど、それはティアゴでやったよって人じゃなくて、ティアゴで稼ぐのおすすめだよってコメントを、まあ昔はよく見たり、最近もなんかちょいちょい見ますが、あれは昔の稼ぎ方ですね。今の稼ぎ方ではないと僕は思います。すげえ大変なんで。かな。僕がおすすめするのは、ティア10永久明細法と、あとはシナリオ攻略の2パターンです。でですね、まあ、一人でやるのはティア10がおすすめなんですが、いきなりティア10に行くにはお金がないよという人に、まあ、向けまして、一応、小銭稼ぎができるよっていう稼ぎ方法を最後に紹介いたしますね。で、その方法はですね、まあ、コーティアのプレカン買うっていう感じですね。ただこれのメリットは、まあ、お金さえ払えばいつでもでき、誰でもできるっていう点は一つです。で、デメリットといたしましては、自分の好きな船、まあ選ぶんですけど、選ぶ選択肢がそんなに多くないんですよね。っていうのが一応デメリットでとはなっております。あとは今、販売されてない船とかもありますので、なかなかそういう兼ね合いからもあれなんですけれども、おすすめとなっていますのは、戦艦は結構選択肢が豊富です。まあ、今買えないですけど、武蔵、今買えないですけど、ミズーリも稼ぐにはおすすめの船となっておりますよね。で、今買える船では、ジャンマール結構おすすめだと僕は思います。ジャンバールあれやと思う。僕ちょっとブルゴーニュがいる関係でまだ買ってないんですけど、ジャンバール結構いいと思います。あとは、アラスカもまあ悪くない感じですね。この辺でしょうか。まあ、一番いいのは、武蔵ミズーリ、なんだっけ、デューク・オブ・ヨークじゃなくて、なんだっけ、忘れちゃった。ジャンバールか。ジャンバールがおすすめですね。ジョージアよりもジャンバールがいいと思います、僕は。ジョージア今売ってるけど。ジョージアでもいいけどね。ティア9のプレミアム鑑定なんでね。この辺がおすすめかな。このジャンバールが結構おすすめだと思います。僕ちょっと、現れないけどね。あとはまあ、ローマキーはちょっとあれだかな。アラバマはまあ悪くないかなって感じはしますね。アラバマとか。やっぱね、コーティアであればあるほど稼げるので、なるべくコーティアの方がいいです。ただ、やっぱ環境に合ってるとか、自分が乗ってて楽しいとか、そういう船の方がいいと思われます。はい、戦艦は結構豊富ですね。巡洋がね、ちょっと厳しくってね、アラスカぐらいしかいないんじゃないかなと思います。アラスカですね。昔はアタゴてたんですけど、今のアタゴちょっと射程が足りなくて苦しい気もするんですよねっていう感じです。なのでアラスカが一番安定かなって感じはしますね。クロンシュタットよりアラスカの方がいいかなって感じしますね。クロンシュタットも買えないしね。あとはもう買えない鑑定ですけど、まあミハイルすごくいいですよね。あとまあ買えない鑑定ですけど、ベルファストもすごくいいですよね。買える鑑定の中ではやっぱアラスカかなーっていう、ちょっと苦しいところですね。いう感じです。駆逐に関しましては、そうですね。なんだろうね。駆逐もまたなんか難しいんですけど、まあ、朝潮悪くないですね。あと、晴れ風もまあ悪くないですね。あと、キット悪くないですね。こんな、キットはちょっと楽しいかって言うとちょっと怪しいですけど、なんか、駆逐はなんかあれですね。なんか、尖ってるんですよね。プレミアム艦の駆逐って。だから、自分の尖り方と合ってる、尖ってる船を見つけるっていうのが一番いいんですかね。例えば長距離ぐらいでなんか戦艦とかをいじめたいっていうんだったら、朝潮すごくおすすめですし、対空で楽しみたいっていう方は、まあ、きっとおすすめですし、あとなんだ？あと何がいる？まあ、スタンダードに、一番無難なのが晴れ風ですかね。晴れ風今売ってるのか僕わかんないけど。うん。ちょっと、選択肢がかなり少ないんですよね。まあ、小銭稼ぎなので、まあ、ティア10に上げるまでの稼ぎとしていう感じですかね。使うのは別に悪くないかなと思います。ちなみに空母を乗る方いるのかな？空母だったら加賀かエンプラですね。加賀の特徴は、てか強みは、飛行機落とされても、何度でも蘇るさみたいな感じですげえ復活していくのが加賀の良さですね。で、エンプラの良さは、あれですね、AP 爆弾持ってるっていう。で、結構使い勝手のいい AP 爆弾です。バルチモアとかいう小型な巡洋艦にもバイタル入りますし、爆弾を2つ背負っているので、3機攻撃の2爆弾なんで、計6発1回で投げることができるんですよね。なので結構使い勝手のいい AP 爆弾を持っているっていうのが結構悪くないっていうか、かなりいいですね、エンタープライズ。なので、空母だったらエンプラかがどっちか買っとけばいいんじゃないかなと思います。サイパンとグラフゼッペリンは、ちょっと乗ってて苦しかったですね。そんな感じです。やっぱね、できればティア8かティア9のプレカンがいいです。ティア7でも稼げないことはないんですけど、やっぱ効率的にはやっぱり、なるべくティアが高い方がやっぱり稼げますので、できるだけティアが高い方がいいです。まあでも、これらの方法すべて、まあ、ある程度リアルマネーを投資しないといけないものとなっておりますので、その辺の、判断は、おのおのでよろしくお願いします。僕、ボーゲーミングさんからお金をもらって宣伝しているわけでも何でもありませんので、あなたたちっていうか、リスナーの方々がね、この動画を見て買っていただいたとしても、僕に利益は一切入ってきませんので、自己責任でよろしくお願いいたします。本当に、プレイヤー1意見としておすすめだよっていう方法を、ご紹介させていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。他の動画でもなんか、ちょっと、ね、僕が生放送で言っていた、ちょっと知ってたら役に立つかもね、みたいな内容を食べてる動画とありまして、プレイヤー化に対して、このゲームに対して課金をすることっていうことでも僕がちょっと話している動画も、次回上げる予定ですので、もしよければそちらもご参考にしていただいたり、他の動画もご参考にしていただけた上で、グッドボタンやね、チャンネル登録していただけると嬉しいです。ということでね、最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。